お疲れ様です。久しぶりに創価学会ネタでございます。創価学会の中でも公明党のね、代表が交代するんではないかなというニュースが日経新聞の速報で入ってきました。公明党は28日の党大会で山口夏男代表を交代させる方針だということですよね。なるほど、何かあったんでしょうかね。 で、後任は石井啓一幹事長が有力になっているということで、まあこういう流れかなっていうところです。そういえば、この方、ちょっと見覚えがあるようなないような気がします。まあ自民党や立憲民主党が9月下旬にトップを決める状況で、次期衆院選などの重要選挙を見据え、公明党も党の顔を変えて刷新を印象付ける狙いだと。代表の交代は15年ぶりとなるわけですけども、 まあ、そういったね、向きもあるかもしれません。自民党、立憲民主党がトップを変えるからっていうところに合わせてっていうね、意向に見えなくもないんですけども、実はね、一番右の方に映ってる、この、淡田進さんって方がいらっしゃるでしょ淡田進さんは、私の知るところによると、この、創価学会は腐ってると。特に政治部は腐っているから、もうね、 ここを何とか解憤っていたことがありましたよね。ちょっと内容すみません。細かく忘れたんで、こんな口調で言ってたかどうかっていうのはね、私の単なる印象論ですけども、まあ、淡田進さんは、池田創価学会という一般社団法人かなんかを立ち上げて、そちらの方に、えー、活動の場を移すということをね、言われてたような気がします。まあ、あのこの淡田進さんっていうのは、その創価学会の中でも、 政治部っていうのがあるらしくって、そこの大幹部っていう触れ込みだったんですよ。で、私もね、ほとんど総科学会のことは知りませんので、あ、そうなのそんな話があんのぐらいを YouTube で取り上げたことがあるんですけども、あれから淡田進さんの活動については、特にね、まあ、わからないというか、調べてもいないんで、うん、どうなってるのかなと思いますけども、もしかしたら、淡田進さんの懸念を受けて、 総合学会公明党の内部でもちょっと山口夏夫さんじゃダメだよねとちょっと変えていこうかみたいなところもあったのかもしれませんつまり他の党が代表を変えるからうちも変えようかみたいな右へ習いじゃなくてそもそも公明党がもうダメになってるからリーダー変えようよと山口夏夫さんじゃダメだよってことになったのかなというふうな気もしないでもないですねじゃあ今回は以上です